2013年キャンピングカーを購入した当初の電源システムは標準搭載されていた95アンペアアワーの12ボルトのサブバッテリーのみでした100ボルト電源は乗用車でも使用していたシガーソケットから取り出す130ワットのインバーターを使用し小さめのテレビとブルーレイをつないだ程度でした冬は薪ストーブという電源なしのファミリーキャンプからのアップデートでしたので メインバッテリーを気にすることもなくシガーソケットやインバーターを使えることはそれでも十分快適だったのですがディーラーから話を聞いたりキャンピングカーのことを調べていくうちに電子レンジなどを搭載している車両が多くあり発電機ではなくサブバッテリーをさらに増やし大出力のインバーターで動かしていることに大変興味をそそられました。こうなななるると、ワクワククがが止まらなくなるのが性分で、 家と変わらない生活ができるレベルの電源設備を搭載することを目標に電源システムを考え始めました当時は 1500W インバーターが主流だったのですが家を想定するとそれでは足りません電子レンジオーブントースター湯沸かし器ドライヤーを2つぐらい同時に使用する想定においては 3000W クラスが欲しいところでしたがインストール時の寸法も考え 外部電源自動切りり替え付き 2500W インババーーータにに決まりました次にバッテリーの選択です計算上適切だと考えたのは鉛の 200Ah の2きがけでしたがそのためには車内に適切なスペースがなく強靭なマウント付きの保管スペースを新設する必要がありましたそこでスペースと重量出力の問題を同時に解決できるリチウムイオンバッテリーを導入することに決めました 当時は現在ほどリチウムイオンバッテリーが出回っておらず一部のショップが販売している程度でしたスペース効率を考えたところ販売されているサイズでは都合が悪かったのでセル単体を販売しているショップを探し最適なサイズのセルを選んだところ 300Ah が最適でした充電器は当時はリチウムイオン対応という明確な設定があるものがなかったためバッテリーの販売会社に相談しながら 実質対応できるような設定にしましまた充電器はスペース効率と硬術の 230V 系統とバランスを取るため 35A を採用しました収納スペースはすでに変圧器がインストールされていた右側のサイドシートの下を使用しました次にエアコンを動かすための 230V 系統を構築しますエアコンは消費電力が大きいため 最初からバッテリーとインバーターを分けて構築する予定でした。このキャンピングカーには欧州仕様の230ボルトのルーフエアコンが標準で搭載されていたほか、12ボルト系統を管理する EBL99 が230ボルトでしたので、230ボルトの電源系統として構築しました。こちらはサイズが微妙に大きく、使い勝手が悪かったベッド下の収納スペースを使用しました。 サイズはアンペアワーが最適でしたインバーターはエアコンのコンプレッサーの突入電流を考え 3000W のものを採用しました外部電源とインバーターの自動切り替えですが一体型のインバーターがなかったため単体の自動切り替え装置を使用しました2 3 0ト系統からの電力供給ですが 12V 系統へも供給しているためもともとある電源系統から見れば 常に外部電源に接続された状況になっているためメインとサブの鉛バッテリーはフル充電の状態に保たれますリチウムイオン系統にトラブルが発生しても元の 12V 系統はそのまま残るためエンジン始動や FF ヒーターのライフラインには影響を及ぼさないため安心できますエンジンがかかっている場合は 12V 系統への電力供給は不要であるため 230V のインバーターがオフになる仕組みにしました冷蔵庫は 3W タイプであり停車時はガスが使え走行中はオルタネーターから電力供給されるためインバーターからの電力供給は不要であり配線は作っていません充電器は 50A のものを使用しました前述の 300Ah への 35A 充電に対し 400Ah への 50A 充電は 同じようなペースで充電が可能なので充電時間のバランスが良いです充電するための電源は主に発電機を使用し充電中はインバーターから電力を供給しないようにしています発電機と充電器の組み合わせは充電電流が安定しているため充電時間を計算しやすく移動中に充電する計画を立てられるため便利ですキャンプ場の電源サイトで充電するケースもありますが 35アンペアと50アンペアの充電器の電力消費が大きく、15アンペアサイトでは片方ずつ充電しなければいけないほか、電子レンジや湯沸かし器を使う場合は、充電を止めなければいけません。外部電源、発電機、インバーターからの電力供給は、自動で切り替わるようにしています。100V インバーターの切り替え機能は、瞬時に切り替わるタイプですが、外部電源と発電機の2系統の切り替えは、 電源が切切れてからりり替わるタイプになります 100V 系は電源が一度切れると立ち上がり時にリセットされる機器が多いため電源を落とさず瞬時に切り替わるインバーターの切り替えが役に立ちます 230V 系統で影響を受けるのはルーフエアコンだけで電源が一度切れても自動復帰機能があるため問題ありません2系統の切り替え機は 40A のものを使用しました発電機はのものを使用しました発電機は 暖気運転してから電力供給ができるよう自動切り替え機の手前でカットオフできるスイッチを追加しています充電中に発電機を切る際にも電流をカットしてから発電機を停止させた方が発電機に負荷がかかりませんまとめると 12V は標準仕様の 95Ah のサブバッテリーシステム 100V は 300Ah のリチウムイオンと 2500W インバーターと 35A 充電器 230V は 400Ah のリチウムイオンと 3000W インバーターと 50A 充電器リチウムイオンの充電には発電機を使っておりライフラインとなる 12V 系統は標準から手を加えず贅沢装備である 100V と 230V に対して手を加えた電源システムになります。ご視聴ありがとうございました。